さあすでに準決勝進出を果たしているのが浩二です。その対戦相手が決まります。小宮山浩介、対するがスワレック・ルーク・カムイです。超攻撃型ムエタイがついに K1 でベールを脱ぎます。まさにムエタイ対空手、ワクワクする1回戦第2試合です。こちらが小宮山浩介です。孤高の空手家と呼ばれています。ムエタイの猛虎スワレック、ラーマン。さあ空手対ムエタイ1回戦第2試合始まります。右足前サウスポー赤いグローブが小宮山です。青いグローブムエタイの猛虎スワレックルークカムイ。関根さん、はい、楽しみな構図ですね。そうですね、小宮山選手でも距離遠いですよね。だからスワレックが攻撃を当てられるかですよね。マサトさん、やっぱりポイントそこでしょうか。はい、そうですね、やっぱあとはやっぱりこう今プレッシャーかけてコーナーを追い込んで自分の距離にしようとしますよね。ここスワレック小宮山が距離が遠いんで、ははあとはパンチは重いんで小宮山気をつけないといけないですよ。相打ちで相打ちもできますからね、スワレックは。なるほど。で小宮山選手は右足前左足前時々こう変えます。今もスイッチ見せました。右ミドルがスワレック。さあスポーツライター中村さん、はい、どう見てますか。そうですね、小宮山選手はこう動き続けて、このスワレック のプレッシャーをいかにこう受けずに戦うかというのがポイントだと思いますね。ミドル、あとはやっぱ小宮山選手も過去のこう対人との試合って経験というのはあると思うので、はい、そういったところではこう自分なりのこう対人攻略法というのがあると思うんで。なるほど。わあ、右いきなりノーモーションで入れてきた。今度は距離が遠いと思ったらロングの蹴りに変えてきましたね、スワレックは。なるほど、はい、さすがムエタイ選手ですね。ですね、まあ、過去何百戦戦ったんでしょう。近い場合でも関根さん、はい、ゲイオーより俺の方が強いんだって話をしてますよね。言ってましたね、でもこのパンチは隙だらけだと思いますよ。そうですか、はい、では付け込む隙あるわけですね、小宮山。もう、はい、トムザ入れ替わった。もう全然あのパンチ当たれば重いですけど、スピードないですからね、本当に。よくでも足を踏み替えて、今ローキック気味、ローブローにちょっと入ったか。小宮山もこう出入り、もっと自分から攻撃してステップアウトするっていう、そういう風にしていくともっといいと思います。なるほど、もうちょい自分から手出したいですよね。でも関根さん、やっぱりスワレックは手を焼いてるんですね、はい、この場合。ちょっとですね、でもスワレックパワーありますね。確かに怖いですね。ふくらはぎすごい太いんですよ。そうです。うわーっと、そこから繰り出すパンチとかね、うん、蹴りが重いですよね。確かに。久松さん、骨格フレームが違いますよね、はい、すごいしっかりしてますね。ゴツゴツしてます、はい、でも小宮山選手もやっぱ蹴りがとっても綺麗ですよね。本当に空手家ですね、はい、やっぱり空手対ムエタイですからね。まさにまさにここ、まあ、こうムエタイのようなティープでした。赤いグローブの小宮山が空手家です、もともと。そしてムエタイ選手がスワレック。まあ、同じ立ち技系。上段回しが立てない、しびれてる、足に来てる。おお、最高の勝ち方しましたね。すごい、小宮山左上段回し蹴り一本。カウンターですよ。カウンターですね。すごい蹴り。しっかりやっぱ距離取ってこうは見てましたね、入ってくるタイミングを。空手技、やっぱりスピードがないんで、やっぱ取れるんですよね、ああいうカウンターを。本当、関根さん、左上段回しですよね、綺麗な。しかもカウンターですよ、あのタフな対人が立てなかったですから。1ラウンド2分56秒の KO 劇、見事ですね。出てきたところ、左、うん、この中、前足のハイキックって、やっぱ空手って感じしますよね。素晴らしいなぁ。いやー、久松さん、はい、第1試合があれで、第2試合がこれですよ。いいですね、ノーダメージ頑張ってほしいですね。先週大賞、これはすごい。いや、こうなると小宮山ちょっと有利になってきますね。一躍面白い存在です。さあ1回戦 第2試合、わずか1ラウンド2分56秒で切り抜け準決勝進出。これで準決勝第1試合は浩二対小宮山です。